福祉の下にいて研究室の仕事や研究の補助の役をする人、教務職員、教務補佐員が同様のポストに該当する。現在はいくつかの大学で各大学の内規により設置された職となっている。副主は女子とほぼ同様の職務内容を持った、いわば女子の代用人員とされる。東京帝国大学では1893年9月、 助手の完成化に伴い文化大学無給助手規定と有給助手規定とが廃止され、文化大学通則中に以下の副手規定が設けられた。副手は無給で各文化大学の教室実験場を及び委員に置かれ、大学院学生、文化大学の卒業生のみが任用される資格を持ち、その所属する部局長のリンサルにより、大学総長が 食託し、職務は、助手と同一とされ、2年間以上勤務し、成績ある者には、総長が、証明書を与える復讐が設けられた背景としては、完成でも定員が定められ、各機関レベルで自由な任用が困難であった助手に、対し、同様の職務に、従事させつつも、学内で随意に採用できるポストが必要とされていた、ためであった。その後の、復讐規定は、 他の帝国大学卒業者の任用が可能とされ、有給の復讐も認められ、さらに帝国大学卒業生だけでなく、それ以外の相当の資格を持った者も任用されうることと改められた。復習は他の高等教育機関にも置かれており、各機関の復習規定は多少の表現の違いはあるが、ほぼ同様の内容を持っていた。東京帝大以外の帝国大学でも、 例外なく、創設後間もなく、復讐に関する規定が設けられている。管理単科大学もほとんどの機関で復讐を持っていたようであるし、女子ポストを持つ、非大学型高等教育機関の若干にも復讐は置かれていたようであった。1949年5月31日に施行された人事院規則8から8臨時職員制度の廃止によって、 復讐制度は廃止され、助手に任用がとなる。その際助手への任用漏れとなった人たちを任用しておくための暫定的措置として、教務職員制度が生まれ、問題の本質的な解決は先送りにされた。ありがとうございます。